はい、それではお待ちしました。新庄の記者会見を始めます。よろしくお願いします。それでは定例の会見ということで今日はやらせていただきます。どうぞご質問があればお答えいたします。時事通信の高橋です。はい、まあ、今行われた安倍総理の施政方針演説の全体的な受け止めからお願いします。はい、一言で言ってですね、政権党のおごりが現れた演説だったと思ってきました。で、ビジレイクのオブラートにくるんで国民にとって大変な毒が盛り込まれていました。例えば消費税の大増税、原発の再稼働、辺野古への新基地建設、 TPP の推進、集団的自衛権、憲法9条の改定などですね、国民多数の民意に背く、問題がたくさん盛られていると思います。で、国民の声をですね、国民の批判の声に真摯に耳を傾けるという姿勢が全くないと政権党のおごりが示された演説だったと思ってきました。もう一点、はい、その演説の最後の方でですね、その責任野党とは政策協議をすると、それで、まあ、憲法改正も目指すみたいなおっしゃってたんですけど、このあたかもその野党を責任野党とそうでない野党と分断といいますか色分けするような、そういうことに言及したことについて、これ大問題だと思ってきました。で、野党ですね、責任野党、まあ、自分たちの政策に協力する野党と、これは真正面から対決する野党に色分けして、まあ、正面対決の党の言い分は聞かないぞと、つまり政権批判の声には耳を貸さないぞというものですから、これはとんでもない民主主義を否定する暴論だと思って私は聞きました。やっぱり国会というのはですね、反対する政党の意見、これにもきちんと耳を傾けて運営してこそ民主的な運営と言えるわけです。で、反対する政党の声にはですね、多くの国民の声がバックにあるわけですから、反対政党の声を聞かないということは反対する国民の声を聞かないということでもあるわけで、これは民主主義否定の暴論だと思って私は聞きました。それからもう一点ですね、万国診療の鐘ということを言いました。私はですね、万国診療の鐘の碑文というのはですね、これ琉球王朝が、アジア諸国との交易によってですね、豊かになるということとともにですね、軍事で事を構えない平和の国を作るという平和思想を持ったものなんですよ。沖縄にですね、辺野古に新規建設をご了承しながらですね、このバンク診療の鐘を引用するというのは私は厚顔無恥だと思って聞きました。私共産党としてはですね、安倍政権の暴走と正面から対決し、あらゆる問題で国民の立場に立った対案を示し、国民との共同で、政治を動かすと、対決、対案、共同という立場を貫いてですね、大いに奮闘したいと決意しております。はい、責任野党についてお伺いですけども、まあ、この言葉、まあ、柔軟かつ真摯に政策協議に行ってまいりますと、で、まあ、その先ほど臨時国会のいわゆるその特定秘密保護法を見れば、まあ、その法案の中身はさておき、それに修正協議に乗ってくるとは話をして、それで進めていきますとも取れるんですけども、そういうメッセージでしょうね。で、ただ私たちのように正面から対決する政党の言い分は聞かないぞというに等しい言葉だと思って聞きました。まあ、政権党のおごりと、自画自賛があまりにひどかったと私は思います。まあ、ダボス会議ではやっぱり法人税の引き下げをね、
国際会議の場で公約するというのはこれはとんでもないことですね。庶民には大増税をかぶせようとしながら、大企業には大減税をね、国際的な公約にしてくると、これ何のための消費税増税かということを告白するような結果になっていると思います。あとはあればどうぞ。よろしいでしょうか。よろしいですか。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。